肩甲骨をしっかりと剥がして、このね巻き型二の腕痩せをやっていきます。ぜひね、最後までお試しください。小川慎弘です。今回の動画は肩甲骨剥がし巻き型一発で直して二の腕もゴロゴロに痩せるストレッチの方法をあなたにお伝えしていきます。はい、いよいよですね、巻き型になりやすいシーズンになってきましたね。寒さを増してきたので、どうしてもこう普段姿勢いい方でも、どうしても寒さのせいで姿勢が悪くなったり、で元々姿勢悪い方もさらに悪化するっていうね、時期なので、まあこれからの時期はもう巻き型になりやすい、だからこそ今でねしっかりとこう巻き方を直す時期なんですけども、今回はその巻き方や二の腕をねしっかり痩せさせるためにですね、肩甲骨をしっかりと剥がして、このね巻き方二の腕痩せをやっていきます。ですので、まあもともと姿勢良かったのに、まあ寒くなってちょっとこう背中がクルンとね丸くなっている方とか、でもともと姿勢悪い方の方がさらにグッと悪化している方なんかですね、今回の肩甲骨を剥がしをしてですね、背中をね軽い状態にすることができますので、しかも一発で効果出せますので、ぜひね、最後までお試しください。では早速やっていきます。はい、今回のねミッションは2つあります。でまず1つ目、これ肩がつやっていくんですけども、まあ、肩甲骨を剥がすといってもですね、直接肩甲骨を触るわけじゃないんですね。やはり普段手を前で使ったりすることで、肩の関節、肘の関節、手首の関節って、こういった関節を使うことによって筋肉引っ張られて、筋膜引っ張られて、関節ねじれてっていった形でね歪みが発生するんですけども、まあ、手が疲れたりするとですね、ストレッチなんかをよくするかと思うんですけども、こう伸ばしたりとか、普段伸ばすとこって大体限られてるんですね。こんなんだったりとか、こういうのとか、今回伸ばすとこっていうのはこの手首ですね。手首となると、この手のひら側をぐーっとこう伸ばすことは、まあよくねやったことがある方が多いんじゃないかと思うんですけども、こちら側をね伸ばすことってなかなかあんまないんですよね。ですから今回はこちら側をしっかり伸ばして、普段あんまり伸びてないとこを伸ばすことで、手首、肘、肩で肩甲骨周りを一気にね緩めていきます。でまずはですね、ちょっと肩の動きとかをね確かめておいてください。でまずはですね、この握り拳を脇の下にこうキュッとはめ込みます。硬い人はいける範囲 OK です。いける方はグッといけるところまで押し込んでください。そしてこの状態で脇をギューッといけるところまで締めます。そうするともう普段伸びないところがありえないぐらい伸びてね、手の皮がこうちぎれそうなぐらい痛い方もいると思うんですけども、このままね5秒ですね。1、2、3、4、5で5秒経ったら肘を少し前に出します。でここからまたさらに脇を締めます。すると伸びる場所変わりますね。ここからまた5秒ですね。1、2、3、4、5でもう一回出します。肘をもう一回前に出してさらに締めます。1、2、3、4、5。はい、じゃあゆっくり外しましょう。すっごい余韻がね残ってるかと思うんですけども、これはもうすぐ収まります。で収まったら、一回回してもらうと、もうこれだけでね肩周り、肩甲骨なんかも軽くなりますし、肘の動き、手首の動きも軽くなりますね。これはまずミッション1。ここからさらに今から肩甲骨をですねもうすっごい剥がしていくんですけども、まあどうしてもこう前で使う筋肉の方が強いので、今回は前の筋肉、この上腕二頭筋っていう力をですね、そのストレッチをした状態で肩甲骨を動かしていきます。で上腕二頭筋は肘を曲げたり、前腕をこう外にドアノブ回すみたいな動きをしますから、それと真逆の動き、内側に手をねじってこのまま手を後ろに上げていきます。こうすると力こぶの筋肉がストレッチかかるんですけども、この目いっぱい内側にねじって後ろに上げて、で体が前傾しないように反対の手で肩をね前から押さえていきます。このまましっかりとキープして、そこからですね肩甲骨を内側に寄せるように反動をつけて10回動かしていきます。このまま内側に10回、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で戻します。あとこれ2セットいきますね。でもう一度内側ねじって伸ばします。さっきよりも上げやすくなってるかと思うんですけども、ここからさらにまた10回ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻します。じゃあラスト1回、もう一度内側ねじって後ろに上げて、でこのまま内側に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
はい、戻します。さあ、こうすると肩がすっごい開いて肩甲骨を、ね、後ろに持っていってもらうと、もうツルンとね、こう肩甲骨の動きがすっごい軽くなってると思うんですね。で、二頭筋をね、伸ばしたことによって腕なんかもね、結構ほっそりした感じがします。で、これをすることで巻き肩が一発で取れて、しかも二の腕がね、ごっそりゴリゴリに痩せることができますので、ぜひこの方法をお試しください。はい、では今回のね、動画をおさらいしていきます。で、今回の肩甲骨剥がしなんですけども、巻き肩一発で直して二の腕のね、太さもゴリゴリにね、痩せるストレッチをしていくんですけども、まずミッション一つ目ですね。普段肩の関節、肘の関節、手首っていうこの腕のね、関節全部こうねじって使ってますから、こういったところを普段こうストレッチとかする人もいると思うんですけど、普段しないところですね、ここ手首の甲、こっち側の関節を伸ばしていきます。まあ、普通にこういう風に伸ばすこともできますけど、これだと十分に伸びきらないので、軽く握り拳を作って、この握り拳を脇の下にこうぐーっと差し込みます。この状態で脇を締めます。で、このままカウント5秒ですね。1、2、3、4、5。で、このままこの肘を前にします。で、そこからまた脇を締めます。そしたらまたさらに伸びますね。はい、カウント5秒。1、2、3、4、5。で、もう一度前に出します。ぐっと前に出して、さらにまた脇締めます。はい、カウント1、2、3、4、5。はい、これでゆっくり剥がします。余韻がね、半端ないんですけども、終わった後はすっごい軽いですね。これがまずミッション1ですね。続いてミッション2つ目、今度はまた同じくですね、上腕二頭筋という筋肉をストレッチをしながら、そしてそのまま肩甲骨を動かしていきます。で、上腕二頭筋のストレッチはですね、普段こう曲げたりこう外側に回すっていう動きをしますので、それと真逆の動き、内側にねじってそのまま手を後ろに伸展させます。これで上腕二頭筋がストレッチかかってるんですね。で、手を後ろにグッと上げますので、体が少し前傾しますので、前傾しすぎないように前側から軽く押さえていきます。このまま内側ねじったまま肩甲骨を内側に寄せる方に腕を中に寄せていきます。これをね、10回3セット行います。で、いきますね。まず内側ねじって、後ろにぐっと伸ばします。で、このまま内側10回いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、戻します。で、2セット目。で、10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、戻します。で、ラスト3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、終了ですね。さあ、これで後ろにやってもらうとですね、肩甲骨がツルッツルにね、剥がれて動きやすくなってますね。で、二頭筋を伸ばしたことによって腕もシュッとほっそりしますので、毎日やってしっかりといい状態をキープしてください。はい、では今回の動画を見てね、いいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。で、また概要欄の方からですね、公式 LINE の登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。